小鉄本、影響三年打ちし、つれずれ草は、吉田健康が書いたとされる随筆。聖少納言、枕の創始、鴨の長名法上記と、並び日本三大随筆の一つと、評価されている。つれずれ草の作者、吉田健康以来、定説になっている。聖律については、室町幕府の九州短大である、今川貞だが、健康の没後。 草案に残っていた原稿を編纂したと言われてきたが疑わしい。国文学者、立花の順一は、鎌倉時代末期、1330年8月から1331年9月頃にまとめられたとし、長く有利季節とされてきた。この説によれば、南北朝の騒乱以前に中年期の健康が表したことになるが、異論もある。現在は、 長年書き溜めてきた文章を1349年頃にまとめたとする説も有力になっている。序談を含めて244段からなる。文体は和漢根口文と金文字が中心の和文が混在している。序談には連れ連れなるままに書いたと述べ、その後の各段では健康の施策や雑感、逸話を長短様々、純不動に語り、 忍者学の位置に位置づけられる。健康が、歌人、古典学者、農書家などであったことを反映し、内容は多岐にわたり、また、健康が、忍者寺がある層が丘に今日構えたためか、忍者寺に関する説話が多い。つれずれ草が伝える説話の中には、同時代の事件や人物について知る資料となる記述が散見され、歴史資料としても広く利用されている。中でも、 平家物語の作者に関する記述は現存する最古のものとされる。作品の名にも取られる書き出しの、つれずれは、やるべきことがなくて、手持ち無さたな様を意味する。つれずれなりと、よしな仕事や、書きつくは先行する文学にも用いられている、組み合わせであり、作品及び事故を卑下する謙遜の字である。執筆後、約100年間は注目されなかったようで、同時代の資料に、 つれずれ草への言及は伝わらない。室町中期に、そう、小鉄が注目し、自ら著写した写本にこの作品を健康法師の、ものとし、健康の略歴も合わせて記している。これが小鉄の弟子の歌人や、伝菓子たちに波及し、王人の乱の時代に生きた彼らは、無情感の文学という観点から、つれずれ草に共感を寄せた。江戸時代になると、半本が観光され、 加藤万歳のつれ釣れ草章、北村木銀のつれ釣れ草分断章といった注釈書も書かれていく。つれ釣れ草に記された教訓は、町人などにも親しみやすく、身近な古典として愛読され、江戸期の文化に多大な影響を及ぼした。こうしてつれ釣れ草は古典となり、文学史上の位置が確定した。写本は江戸時代のものが多く、室町時代のものは、 非常に少ない。現存最古の写本は、小鉄が、影響3年の3月27日及び4月12日に、上下2巻を書写競合した本である。現存する書本は、通説ではの4種類に分類されるとされる。絵画家は近世に入ってからとみられ、寛永7年間の営利半本が最古とされる。その後営利の、つれずれ草は広く愛好され、土佐光つ 住吉具形、女系、海北遊行きといった当時一流の絵師の筆による絵巻、画像が現存している。特に海北遊行きの、つれずれ草絵巻は、つれずれ草のほぼすべての商談を絵画化した大作である。また、絵本や絵入り版本も大量に作られ、今日でも数多く残る。江戸時代以降はもっぱら教訓書として読まれてきたが、国文学者の内海光造は、 趣味論者健康による一大趣味論と捉えている。また、健康の無常感、姿勢感を強調する見方もある。小林秀夫は、つれずれ草という短いエッセイで、健康のものが見えすぎる目を指摘し、本書を空前の批評家の魂が出現した文学史上の大きな事件と評価している。加藤周一は、つれずれ草の他に類を見ない顕著な特徴として、 心に移りゆくよし、な仕事を次々と書き留めることで多面的でしばしば相反する思想を一冊の小女にまとめ上げた点を指摘している。この点において加藤は、連れずれ草にジェームズ・ジョイスの意識の流れの先駆を見ている。清水義則は連れずれ草を日本の知的エッセイの基本形、知識人エッセイの原型と評しており、エッセイは 世の中の間違いを叱り飛ばす形式で書くべきという思い込みに囚われていると指摘している。清水は人間は皆健康がつれずれ草でかっぱしたように毒を吐いてけしからんというのが楽しいのだと指摘する。ありがとうございます。